皆さんこんにちは田中雅ですここを3回にわたって私たちの座標系の話をしてきました座標系というのは数学でいうと X 軸 Y 軸あるいは Z 軸っていうような、まあ、こういったあの何らかの物事を把握するときの基準になるものですよねでそれは私たちが物事を見るときにも無意識に使っていて例えば体がどっちを向いているのかあるいは空間の中で自分がどこにいるのかあるいは空間から見て自分 だったりあるいは目的地がどこにあるのかっていうふうな形で常にに無意識に働いていてるでそれはどこから見るかっていう視点とか視座の問題とどこを枠として、まあ、つまり座標として使うかっていう枠の問題その2つが常に重なっているわけですね。でそしてそのどこかに行くとかあるいは他人から見てどっちの方向にあるかっていうような形で私たちは視点の上げ下げこれは抽象度。 にあのそうとしますけど視点を上げたり下げたりあるいは見ている方向を変えたり見ている位置を変えたりそういうふうなことを日常的にできているわけですね。でそれをその日頃やっているマインドの使い方っていうのは情報空間でもそのまんま応用していくことができるわけです。で今回扱いたいテーマはその抽象度を上げるとか下げるといった時の,その見え方の違いなんですけど。 えっと、結構抽象的ななななな話ににっっててしままうんですすがかなり大事な考え方になってきます何かというと例えば抽象度を上げるっていうのはそのこの物理空間の感覚でいうと視点を上げていく例えば今の地上1階の感覚なのか10階20階と上げた時に見渡せる景色が違うあるいはさらに飛行機ぐらいの高さになればさらに広い範囲が見えたりする、まあ、水平線とか地平線が見えるわけですよね。 そういった時に私たちはそれをミクロに見えているというのかマクロに見えているっていうふうに言うのかっていうことなんですね。広い範囲がこう一望できるっていう意味では広い範囲がまあ見えているのでまあマクロっていうのかもしれないですけど、でも例えば地上を歩いている人ってすごく高層階から見たらもう。 すごく点にしか見えないですよね逆に抽象度を下ろしていくまあそのどん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 地上に降りてくればどんどん大きく見えてくるわけです。そうなった時に視点が抽象度が高くなるっていうことは一つ一つの物事はすごく見えづらくなる見えづらくなるっていうのは。 より本質的なななととこころろはは見見ええるるんでですすけけど細かいところっていうのは見えなくくなってくるわけですあるいは位置とかも全体から見ての位置っていうのは把握しやすくなるわけですけどもその周りに具体的にどんなものがあるかっていうのは見えなくなってくる小さくなっていくわけですねなので視点を上げるっていうことは大きい範囲が見えるっていうことは具体的なものっていうのは小さくなっていくなのでこの視点を上げる っていうことより広い範囲を見るっていうことと一つ一つの物事がこう小さくなっていくっていうことと常に同時に起こっているわけですね。じゃあ今度さらに具体にいくとどうなるかっていうと抽象、まあ、度を下げるどうなるかというと例えば顕微鏡で何かを除くそうすると今までこれくらいの大きさだったものがこれくらいに見えるわけですよね。 でもやってることはより具体的な、より詳細なところに私たちがフォーカスしているということですよね。そうすると例えばまあ体であったら、まあここだけ見たら手しか見えないのがより抽象、えー、度をさらに下げる、まあ、視点を、うん、その対象に接近させる、あるいは、うん、まあ視点を下げると言えばいいんですかね。より接近するわけですね。そうすると例えば細胞が見えてきたり、まあ、毛穴が見えてきたりとか、さらに 顕微鏡的に見ていけば、細胞の中がどうなっているかとかまで見えてくるわけですよね。そうなると、もはや手とかは見えないわけですけど、その中の具体的なものっていうのはより詳細になってくる。で、今まではもう肉眼では見えなかったものっていうのが、こう今手を見ているぐらいの大きさとして認識できる。ということは、やはり抽象度を下げる、あるいはその対象に対して接近するっていうことは、 その物体がよりマクロに見えてくるっていうことですよね。でも多くの場合、ミクロの世界を見てるっていうふうに言いますよね。例えば細胞とか、もっと言えば遺伝子とかになってくると思うんですけど、そういったミクロの世界を見ていくということは、私たちがその狭いところをよりマクロに見えるようになってくるっていうことでもありますよね。それは抽象度を上げるって言ったときに、今度は広い範囲でマクロで見てるわけですけど、一つ一つはどんどん ミクロになっていく数学的に言えば無限小に近づいていてくわけですね見ているものでも見える範囲としては無限大になっていく視点を上げれば上げるほど逆に対象との距離が無限小になっていく、まあ、限りなく近づいていくってことはその見ている対象は無限に大きくなってくるわけですよね。そういったふうにあらゆるその視点の変化 あるいはその抽象度を上げる下げるっていうことに関してもある側面を切り取るとどんどんマクロになっていくわけです。まあ、見えるる範囲であるとかうんっていうことでいうとどんどん無限大になってくるあるいは近づくっていうのであれ,あれば無限小になってくる近づいていくわけです限りなく大きくなって限りなく小さくなったりするでも見てる対象っていうのはその逆方向に働くわけですね。 抽象度がどん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 上がっていくってことは具体的なものっていうのは限りなく小さい方向に近づいていく逆にその具体的な対象に近づいていくつまり距離が無限小になっていけばいくほど見てる対象っていうのは無限大になっていくそういったふうに視点と見えてるものっていうことで言うと常に逆方向のベクトルが重なって存在してるんですね。で これを片方だけ切り取るとすごく偏っった視点になってくるもちろん片方だけの見方もあるわけですけどでもそれが常に同時に起こっている逆方向のベクトルが常に重なって生じているんだっていう視点があるとおそらく抽象度をあここで上げた方がいいなとかあるいはむしろ抽象度をグッと下げて具体的なところを見ていった方がいいそれによって情報を取ってまた上げてとか。 そういった抽象度の上げ下げができるっていうのも常に見てる対象との距離が変わってるでその距離に応じて見えてるものの詳細がどれくらい見えるかっていうことも変わってるっていうことがおそらくマインドの中でなんとなく使えるようになってくると自由自在に抽象度の上げ下げができるようになってくるんですね。でここででなんであのもしかしかたら すごく違和感がある、うん、話を聞いていて違和感がある方は、うん、その片方が無限大に行くときに片方が無限小になるっていうのは、うん、片方の視点だけから見ているとあるいはその抽象度で見ていると矛盾にしかならないわけですね。こうベクトルが同じ方逆方向で重なっていることになるのでそれはすごくあの矛盾の感覚がしてしまう。 でも体感的にはあの分かるところなんですね。感覚的には経験はしているでそれをあこれは重なってるんだっていうふうな視点ぶつかっているんではなくてそれが同時に重なって存在しているっていうのが感覚として持ててくるとさらに別の抽象度の視点あるいは抽象度とか抽象と具体っていうものをまたさらに別の あの視点で見ることとがでできるるよううになってくると思うの,であのここまでの,あの一連の具体的に例えば自分の目がどっちに向いているか体がどこにあるかどっちに向いているかで空間があって自分がどこにいるかっていう話からつなげていって最終的にはその対象との観察の距離あるいは抽象度の上げ下げっていうことと私たちの認識の変化っていうものの,その同時にどういう変化をしているかっていうのを重ねていってもらえると。 また新しいあの視点とか認識の仕方が生まれてくると思うのでぜひあの試していただければと思います。